長谷川選手なんですけれども、試合終了後もみじんも体力が残っておらず、まあ、ほとんど立ち上がれない状況ということで、コメントは、ちょっと聞けないんですけれども、本当にすごい試合でした。豊田真奈美です。戦う前からワクワクするようなメンバーに自分の名前が入っているのでとても嬉しいです。今日は飛んで飛んで飛びまくります。今日はですね、全順のトップ4が揃った試合ですが、その中で誰が一番すごいか強いか、お客さんに、はっきりと分からせたいなと思います。京子と組むことによって獄門島が一番熱かったあの気持ちのままで試合に挑みたいと思います。久しぶりに中野さんとのタッグなんですけども、自分はすごい中野さんと組みたいんですけど、なかなかね組ませてもらえないんで、今日はどこのチームが一番強いかね、本当にどこが一番素晴らしいのか見せつけたいと思います。この後楽園ホールに中野コールと京子コール一色にしたいと思います。今日も中野さんよろしくお願いします。いくぞ。本日のメインイベントタッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー175パンス井上京子、同じく獄門島210パンスブルー中野。赤コーナー 3WA 世界タッグ並びに IWA 世界女子チャンピオン150パンストヨタマナミ、同じく 3AA 世界シングルチャンピオン230パンスアジャコンク、レフリー村山大地。久しぶりな感じですね。はい、今日のメインイベントです。アジャコンド。今日も来るっていうのは久しぶりなんで、はい。まあチームでこういう感じでね。はい。無理だ。無理だ。無理だ。ちょっとコンビ。ちょっと違うんじゃない。そうですね。ミスも見えた。またオールラウンドプレーヤーで。場外ランクでみんな観客の方も頭の切り替えができたっていうかね。
なことで今まで格闘技戦で頭がいっぱいになってたから、なんか人が寝てたら体を切る人がいるんじゃないかと、なんか変な話しましたけど、これは純プロレスですね。これ倒されちゃうんじゃないですか。結局これ何度かありましたよね、以前も。はい、内閣者もよく分かっていいですよね。自分で見たかったよ。ちょっと低くてこう。
角があるというね。来ましたけれども、カウントして危ないと井上京子。Thank you.
いいね、京子ね。足に通して首、戻る時にノートが、ノートがね、すぐしまいました。今度はグルズグランカットあー、強く今今、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 こんなしなりかけは大丈夫かと。すごいですね、これ。グランパスなんか久しぶりに見ましたけれども、あの取り具合は。グランパスだ。よいしょ。いやー、でもまだ。こうやってスリッチして、こうやってブリッジで逃れるっていうのはまだ力が残ってないでしょう。これはフェイスクラッシャーか。以前これをワンと対応してました。ファーストアンズエギラチェイル。またブリッジだ。ボストングラブ、手のフックがもうがっちり決まってますんでね、ちょっと割れられるか、トヨタ並み。ちょっと手にねじり寄っていったが、ぶつかったというところですが、そうですね。
でもあとは過去の選手じゃないですから、そうですよね、日本の平坦の本当は新入り向きなんだけど、大変になってますけどね。どちらかというと、今回の戦っているときは成功していくとね、この試合だけパットプレーしないですよ。はい、
アジバターの勝ちトライとかですね。そうね。ダイビングネット、ダイビングネットなんかやりますよね。ウルサも浅田を掴んでる。すごいですね。今人間じゃない。まさしく。でも京子選手は体力ありますけど、体力ありましたよね。ちょっと当たりが当たったか。今日はまあ京子のいいところがあまりここまではありませんので、期待したいと思います。ミサイルキックの洗礼。これ高い上で京子の頭突きにやって、これなんかいつか京子のレパートリーが出てきそうですね。王様の軽々と後方に入っていった。ブル様がだいぶ疲れてますけど大丈夫でしょうか。さあクラスライマーあっさり外されて2回転式のエビアダメカウント。いやあの技はいつ見ても本当すごいですね。王様ならデュアの投げましたね。コペでベルさんを2人まとめて倒していった。さあ今度は京子、ここは空中ショットを出ますよね。さあポンポンと、見たかったんだけどな。そうですね、そうですね、そうですね、そうですけど、今度はトヨタも、ブルはベルさんが取った。ことごとく技を保持してしまった。あれも気持ちでしたよね。多いですね、こういうのは。
しい。やった、ひとっ飛びでね、ニュアンスのダイブしましたけど、ね、このすごい技を出していく。見事メインイベント勝利いたしましたブル中野井上京子組です。ね、だいぶハードな試合でしたけれども、どうでした？あ、じゃあかなり、そうですね、やっぱ力がすごいですね。まあ、最後はね、うまく分断して、お箱のギロチン円髄に決めましたけれども、はい、今日はあの円髄ギロチンコーナーからだったんで、いつもは首にやってるんですけど、はい、その前にですね、あのこう抱えてそのまま垂直に落とす技やってました。あれはどういった技でしょう？あれはそういう技なんです。そういう技ですね。そうですね、名前をつけたいと思います。そうです、もうびっくりしましたけども、あれは非常にデンジャラスなね技でした。京子選手、はい、うん、今日は、まあ、技もねあんまり出せなかったかなっていう感じしましたけど、やっぱりアジャ選手、トヨタ選手を相手にだとなかなか自分のプロレスができません、うん、中野さんが最後取ってくれたんでね、本当に。でも本当に中野さんとのタッグ好きなんですよ、本当に。もう組ませてもらっただけで本当に今日は満足です、はい、しかも勝てたんで、はい。名援元見事制しました、ブル中野井上京子組でした。おめでとうございました。ということでですね、今日の後楽園ホール大会、はい、最後までですね、手に汗握る展開で、まあとりあえず、まあセミとメイン、まずちょっとセミの話から振り返りましょうか。はい、格闘技ルールどうでした？もうどうでした？まとめが難しいですね、あまりにも素晴らしい内容だったのと、30分、まあ決着がつきませんでしたけれども、そうですね、山田選手の方が追われるのね、はい、もののプレッシャーの中で戦いましたし、はい、長谷川選手やっぱり押せ押せだったんですが、うん、なんとなく長谷川の時代だっていう声がかかってましたよね。まああの長谷川の格闘技ルール、これはまた楽しみですね。またそうですね、長谷川、まあ、本人はかなりきついでしょうけれども、新しい時代の扉をこじ開けつつあるっていうような感じがします。南さん、はい、先輩から見て長谷川の今日の格闘技戦どう見ました？そうですね、やっぱり新鮮味がありましたよね。プロレスの方でも頑張ってますけど、はい、またぜひ見たいですね、はい、まあ本人かなりきついと思いますけれども、はい、頑張ってほしいですよ。まあファン心理としてもですね、はい、ぜひもう一回、はい、格闘技ルールでね、相手は誰でもいいですけれども、はい、やってもらいたいなという気がいたしました。もちろんメインも今日4人ね、はい、非常にいい試合でしたけれどもね、はい、まあそろそろ時間ですので、この辺で後楽園ホールから失礼したいと思います。南さん、斉藤さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さよなら。